山系チャンネル。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。今日は国語現代文のよくある質問に全てお答えをしようかなと思います。じゃあ早速ですね、皆さん国語とはどういうものですかと言われると、まあ一番最初に言われるのが、まあ勉強してもそんなに伸びないんじゃないかというところなんですね。はい、まあまさしく学校のテストとかを見ると、まあ勉強しても一回まあ授業で取り扱ったものだし、まあその授業内容をある程度理解していれば、まあ勉強する必要ない教科、まあその通りなんですよ。正直言えばその通り。ただ、センター国語と、まあ一般とか、二次試験の国語に関しては、勉強すればするほど伸びる教科です。はい、なぜかというと、まあ例えばセンターの問題に関して言えば、まず本文がありますよね。で、本文っていうのが今まで学校で取り扱ってない基本的な問題になります。はい、まあ要するに初見の問題になりますよね。まあそういった時に、まあコツ掴んでるかどうかで、読み慣れてるかどうかで、あとは線とかを重要なところを引いてるかどうかっていうところで、まあ満点に近い点数が取れるかどうかって決まってくるんですね。なので、論説とか小説、まあ出やすいね、問題とかって決まってきてるとは思うんですけど、そのジャンルが分かっても解き方が分かってなければ、まあ今までと同じように読んじゃって、まあ引っ掛け問題とかで引っ掛かりやすいっていうのが現代文になります。はい、なので勉強すればするほど伸びる教科になります。はい、まあここに関してはちょっと厳密に言えば、センターとか二次試験に関しては勉強すれば伸びる。はい、で学校の定期テストに関しては、まあ、自分の、ね、表現力とかを養う、勉強されてますので、まあ、勉強すればするほどというよりは、まあ、その勉強をしている中でしっかりその内容を理解している、なので授業をしっかり聞いてる、ノート取ってるっていうところが大事になっちゃうので、全く違うものだと思ってください。センター二次試験国語と、学校のテストの国語、全く違います。はい、その認識をしてくださいというのが結論です。はい、今後作っていく、ね、動画を見ていただければ、国語の解き方、まあ、センターとか、二次試験ですね、そちらの方の対策になっちゃいますけど、その対策を、これを見ていただければ9割以上は取れるようになってきます。はい、なのでしっかり理解をしていただいて、分からなければまた、コメント等をいただければ、お答えできるかなと思いますので、そちらだけお願いします。はい、じゃあ、続いてですね、質問、はい、よくある質問ですね。直感とかセンスが、国語はいるんじゃないかという質問が来ます。はい、正直言っちゃえばいらないです。はい、センス直感は逆に邪魔です。なぜかというと、国語を読む際に何が答えになっているかというと、文章に載っていることが基本ヒントになったりとか、ね、そのまま答えに直結してきますので、逆に、センス直感で、その文章を読んでしまうとですね、自分の感情が入ってしまうので、引っ掛け問題に引っ掛かりやすい。はい、センター問題とかは特に引っ掛け問題をかなり入れてきますので、そういったところで引っかかりやすいのがこの直感センス型の勉強法です。はい、なのでやめた方がいいです。はい、なので9割以上ね、もうむしろ100点を取りたい、ね、現代文だけで満点取りたいんだぞという方に関しては、もうセンス直感型ではなく、コツをつかんで、しっかり勉強されることが一番近道になりますので、そこのことだけ間違えないようにしてください。じゃあ続いての、質問ですね、0点にはならないが、100点は絶対無理。はい、これも間違ってますね。現代文に関しては100点一応目指せます。はい、で前にちょっとね、私の動画も、ね、そのままノーカットで作らさせてもらってますが、
はい、まあ、100点取れてるんですよね。まあ、理由としては、先ほどもちょっと出しましたが、ね、答えとかヒントは基本的には文章題に載ってます。なのでその文章の中でしっかり、ね、ポイントとなるところを押さえてれば引っ掛け問題とかにも引っ掛かりにくくなりますし、はい、しっかり答えを導き出す力がついてきますので、そういったところをしっかり押さえられるかでもう本当に100点とか当たり前に取れるようになってきます。はい、じゃあ続いての、質問ですね。国語に関して点が取れる時と取れない時があるっていう、どうしたらいいですかっていう質問があるんですけど、これは簡単です。しっかり、ね、自分の国語力っていうのがついてない、それだけなんですね。例えば3、答えが実は3なんだけど3かな2かなどっちかなみたいな時あるじゃないですか。で、あ、いや2かなみたいなで間違えてしまう。で、これが多めに外れたかどうかなんですね。その時は多めに当たってて点が取れてたと。で、はたまた逆でもあってね、たまたま勘が外れて、まあね、間違いが多かった。なので点が取れた時と取れなかった時ってその差だけなんですね。なので簡単に言ってしまえば勘ではなくて、しっかり自分の力をつけられたら、そのね、間違えたね、この時はできたけどこの時は解けなかったっていうことはないんですね。なのでしっかり解く、ね、手順とか読む手順とかで、あとは解き方とかね、そういった自分のやり方を、しっかり身につけることで、ここはなくなってきます。差がなくなってきます。はい、なのでいち早く自分のやり方っていうのを見つけてください。読むやり方、例えば、説問を見てからね、本文を読む方もいれば、本文読んでから、説問を、ね、やられる方は見えると思いますし、ね、いろいろやり方あると思うんですよ。なので国語の解き方っていうのは自分のまずやり方を身につけて、あと解く 手順とかも、例えば、ね、そういった選択問題だったら、まず間違ってるやつを探す人と、ね、もう初っ端から合ってるものを選ぶ人と、さまざまなパターンがあると思うんですけど、そのパターンがバラバラになってしまうと基本的に解けなくなります。はい、なので自分のやり方を見つけてください。はいですね、これがまず、いい点が取れる時と悪い点数が取れる時。ただそれは簡単に言ってしまえば国語力がまだ身につけてなかっただけ、自分のやり方が身につけてなかっただけ、ただそれだけです。はい、じゃあ続いての、質問ですね。答えが一つじゃないから、まあね、ちょっとイライラする教科だとか、ね、そんな採点者の、ね、力量じゃないかみたいな教科じゃないかっていう言われますけど、センター国語に関してだけ言えばそういうことはないですよね。まあ、基本的には問題と、その先に選択があって、そこにも答えが一応書いてあるわけですから、はい、ここに関してはズレはないですよね。なので、センター国語だけ言えば、答えは書いてあります。はい、なので答え一つしかないですよね。その一つを正しく導き出すかどうか、ね、これを見つけ出すかどうかだけです。なので、ね、大学共通テストとかになったとしても、まあね、記述がとりあえず先送りになりましたので、そこの部分もないですし、うん、なのでしっかり導き出す力があれば解けます。で、二次試験一般に関しては、確かに、ね、記述で書かないといけないです。ただポイントがあって、しっかりこれは入れた方がいいとかっていうのはもうある程度決まってます、大学によってね。はい、なので、そこのポイントが抑えられているかどうかなので、そのポイントの見つけ出し方っていうのはしっかりあります。なので対策は取れるんですね。なのでそういった意味ではね、一つじゃないのは、まあ、確かに筆記の試験ではあるんですが、基本的には一つに絞れる教科にはなります、ね、ある程度一つには絞れます、はい、ね、この言い回しの方が良かった、この言い回しの方が良かったとか、ね、この言い回しはダメだとか、
言い回しでね多少、まあね採点が減点されてしまう可能性はありますが大幅には外れないとは思います。はい、なのでセンター国語だけに関して言えばね一つしか答えがないのでそこだけは間違いないですね。はい、じゃあ、続いての質問いきましょう。答えが最終的に2つか3つで迷う方が多いですね。この5番と2番両方ともちょっと似てるし合ってるんだけどここの言い回しが違うなとかね、そういった問題がありますよね。はい、その場合どっちの方が正しいのかっていうことで迷われるとは思います。はい、でそこでいつも間違えてしまうっていうどうしたらいいですかっていう質問が来るんですよね。はい、この時は、はい、まあ答えは確かにどちらかなんですよ。ただ国語って面白くてですねそういう引っ掛け問題を1問ね設問の中に1つ紛れ込ましてるんですよ。はい、なのでそこで間違えさせるっていう手法を取ってるんですね。なのでここを正しく、どちらがどういう言い回しなのかどこが違うのかっていうのを理解して比較をする。で比較をした時に本文ではどういうふうにそこの内容は言ってるのかっていうことを理解できれば、正直このね、ま、選択2択になった時3択になった時って間違いにくいんですよ。まあむしろここが本番って言われてますよね国語って。はい、なのでしっかり、正しい答えがどちらなのかっていう比較法って言われてますがこの比較法をしっかり身につけることでまあ、9割以上はこういった2択問題になったらまた間違いにくくはなってきますので、まあ、そちらの動画もねまた作ってきますので、そちらを理解していただければ間違いにくくなるかなと思います。はい、じゃあ続いての質問ですね。時間が足りなくて、最後まで終わらない、これもよくある質問です国語。はい、文章題めちゃめちゃ多いですよね。私も最初のうち本当ギリギリの、はい、80分だったら80分で終わってましたけど60分から70分で終わるように時間配分をするんですね。でその練習をしていくことで時間にゆとりが持てるようになってきました。はい、なので、皆さんも、ギリギリで終わるか、超えてしまうことはあると思います。なので時間配分を、この過去問解くときとかあと練習するときとか、はい、そういったときは時間配分決めてください。でなるべくギリギリではなくて、例えば漢文古文は15分ずつとか、はい、で、残り20分20分、ね、小論、論説で20分20分やるとか、はい、でトータル70分とかにして、まあ、10分余裕を持たせる練習するとかね、そういったちょっと時間配分を決めて練習をしていくとこういったことがなくなってきます。はい、なのでこういったね、練習の時も時間を決めるストップウォッチや携帯でね、タイマー測って、やることをお勧めさせてもらいます。はい、ぜひ、皆さんやってみてください。じゃあ続いての問題ですね。本とかあんまり読んでないんだけど大丈夫っていう質問もよく来ます。まあ、正直読解力イコール、まあね、本をたくさん読んでる、まあ、間違いないんですよ。ただ間違いないんですけど、一概には言えないんです。たくさん読んでるイコール、読解力がついてる、これも違います。うん、理由としては、一つの本を完璧に理解をして読んでるかどうかなんですよね。うん、ある程度面白いからこれ読んだで、こういった部分は面白いけど、まあ、ここの部分ちょっとつまんないから、まあ、ちょっと流し読みしてしまった、ではこの本一冊の全てを理解したことにはなってないんですよね。なので一冊の本をしっかり理解をしながら読んでるかどうか、はい、であとは感情移入をせずしっかり、その、ね、小説だったら小説に書かれている登場人物が何を思ってて なんでこの行動をしたのかとかそういったことを考えながら読んでるかどうかだけなんですよ。はい、なので、本をたくさん読んだ方がいいに決まってはいます。いいんですが、
本を読んでる人が読解力があるっていうのは間違いです。なので読解力をつけたいのであれば一冊の本ね、面白そうなまずところから入ってもいいんですけど、本を、正しくですね、順序立てて読んでいくことね、論説だったら、まず、ね、その人の、ね、筆者の考えが絶対書かれてます。その考えはどこなのかで、考えが一箇所ではなくて何箇所かに分かれて書かれてます。でその部分をしっかり導き出せるかっていうところで、あとは比較対象ですね。例えばデメリットメリットの話であればメリットの方を先に出してて、でその後しかしながら何々であるっていうところでデメリットも出してますと。でこのデメリットはどこでメリットはどこなのかで、デメリットに対して、基本的には筆者の対処法、こうすることでこのデメリットは、解決できるであろうとかね、そういった文章が書かれてます。でそこの解決法で最後にどういった結論を持ってきているのかっていうところをしっかり、意識して読めるようになれば、もうセンター国語二次対策の国語に関しても、対策は取れます。でただ読めるだけじゃなくてこれをまとめる作業が二次対策一般は大事なんですよね。はい、まあ、そこはまたおいおいねやってきますが、まあそれぞれで対処法はありますので本をたくさん読んでなくても大丈夫です。ただ一冊は何かね、小説か論説の文でなんか自分の好きそうなものを選んで、そういったことを考えながら完璧に理解をする。なので一冊でも大丈夫です。はい、っていうことを、やっていくと、さらにね、国語の読解力はついてくると考えられます。はい、まあ以上がちょっとねよく来る国語に対するご質問だったのでちょっとお答えをさせてもらいましたが、まだまだなんかねご質問があれば、コメント等をいただいてもいいですし、はい、であとはまあ高評価とか、チャンネル登録の方もあの皆様にお願いをしますのでそちらの方お願いします。また動画、さらにねもっともっと国語に対することとか英語、まあ、数学とかもね、我々まあ今勉強を必死にやってますが、その勉強のやってて、まあ、皆さんこういうやり方やったらなんか良さそうだなっていうものがあればどん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 ね、お伝えをしてきますので、また皆さんがねこういうやり方あるんじゃないみたいなことがあればおっしゃっていただいたらそのやり方をやらさせてもらって実践をして、まあ、成果がどれぐらい出たかっていうのも動画で上げさせてもらいますので、もし何かあればおっしゃっていただければと思います。はい、それでは、今回の動画は以上になりますので、また次回の、動画もお楽しみにしていただいて見ていただければと思います。失礼いたします。